ります。サッカー部入部希望です。サッカー部は冬海先生が担当だと聞きました。サッカー部に入りたいです。悪いけどこの学校にサッカー部はないんだ。え？チャレンジャー、どんぞこ弱気をパンチ、トンチを効かせてキャッチ、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ、どんよくチャレンジ精神、ファイティング始まる瞬間ワクワクしてくるぜ。そうあん時の失敗も今となれば人生の力となって応援挑戦、それから冒険派手にすっ転んで成長する少年、立ち止まらない夢の途中さ、僕らは傷だらけドリーマー、見た目おんぼろ中身骨太、それがもっと情熱の温度また上昇、 OK スーパー立ち上がり、かけよう勝利のフラッグ、サッカーペヘン手を鳴らせ、絶対スーパー立ち上がり、たたえよう全ての仲間たち、スタンダップスタンダップ立ち上がり、イナズマファイター、みんなサッカーやろうぜ。舞台を率いるのはお前だ。そして見ろ、これがお前の倒すべき敵だ。みんなサッカーやろうぜ。この言葉は悪魔の呪文だ。同志諸君、今世界にはサッカーという恐るべき危険思想が広がりつつある。このままでは未来を担う子供たちはサッカーに魂を奪われ弱体化してしまう。全てはこの少年遠藤守から始まった。歴史の分岐点は80年前のフットボールフロンティア優勝にある。我らの手でこの歴史を変えるのだ。響き提督。おお、マウゼン、準備全て完了です。よろしい。では諸君、始めよう。オペレーションサンダーブレイクの発動だ。どうした？もうずっと練習してないんだぞ。グラウンド借りられたのかよ。
これからまたラグビー部に交渉してだと思った。どうせ笑い者になるだけでやんすよ。七人ぽっちならテニスコートで十分だろって。グラウンド空いてる日にやればいいんじゃないの。そうそう、空いたことないけど。俺たちはサッカー部なんだ。フットボールフロンティア、今年こそこれに出ようぜな。染岡ハンダ、無理無理。壁山、クリマツ、シシド、部員七人じゃ試合に出られんでやんす。ちょっと遅い、そこでシュート。うるさいでやんす。こらお前ら、サッカーやりたくて入部したんだろうが。サッカー部がサッカーやらなくてどうすんだよ。何一人で熱くなってんだ。頑張ってもしょうがないさ。もうすぐ廃部って噂もあるしな。廃部？遠藤くん。わ、アキ。ごめん、グラウンド借りられなくて。仕方ないさ。みんなは？いつもと同じ。練習しろって言ってこようか？いいよ、そのうちきっとやる気になってくれるさ。あいつらだって本当はサッカー大好きなんだから。じゃあまた河川敷に行くんだ。小学生のチーム相手で練習になってる？うん、あいつら結構やるんだぜ。秋も見りゃわかるって。の必殺シュート！誰だ？こいつ蹴ったら！大丈夫ですか？すいませんでした。あの、ボールを返しても…遠藤くん！ボールってこれか？あれ？雷門中じゃねえの？安井さん、部員の全然いねえ弱小サッカー部ですよ。くだらねえ、ガキ相手にたまけるか。安井さん、お手本見せてやっちゃどうです。いいね、やってやろうじゃねえの。ほら、よっ。自己紹介してなかったからさ。俺、遠藤を守る。サッカー部のキャプテンやってるんだ。ポジションはキーパー。お前も入らないか。木戸川選手ってサッカーの名門だもんな。道理であのキックすごいはずだぜ。なんだよ。サッカーはもうやめたんだ。やめたってどうして？俺に構うな。エンド、冬海先生がお前を呼んでる。校長室に来いってさ。校長室？大事な話があるらしい。俺、嫌な予感するんだ。例えば、廃部の話とかさ。廃部？私もそんな噂聞いたけど。冗談じゃないぞ。廃部になんかさせるもんか。あの、話って何ですか？突然ですが、1週間後に久しぶりの練習試合をすることになりました。相手は帝国学園です。帝国？最強と言われるあの帝国学園ですか？この40年間フットボールフロンティアで優勝を続けている無敵の学園だよ。
日本一のチームがなんでうちに？最強のサッカー部との試合は嬉しいですけど、今部員は7人しかいませんが。足りないのなら試合までに集めたらいかんの？ね？集められない場合、あるいは試合に勝てなかった場合、サッカー部は廃部、決定事項よ。勝手に決めんなよ。これは理事長と校長先生による決定でもあるの。あんな掘ったて小屋の弱小クラブに回す予算はないわ。何？遠藤君、夏美お嬢様の言葉は理事長の言葉と同じだ。で、お前その試合やるって言ったでやんすか？やるさ。廃部になんてさせない。きっちり11人揃えてやる。相手は帝国ですよ。無理、絶対無理。ボコボコにされて恥かくだけですよ。ああ、結局廃部ってことか。この物質ともおさらばっすね。お前ら、サッカーを愛する気持ちがあれば不可能だって可能になる。何も始まってないのに諦めちゃダメだ。諦めちゃダメなんだよ。来たれ、サッカー部へ。かっこ悪いよ君たち。サッカーね。風丸、お前一流プレイヤーと競ってみたいって言ってたろ。もしやる気になったらいつでも言ってくれよ。放課後は鉄塔広場で練習してるから。あ、そこに来てくれてもいいや。じゃあよろしくな。一流ってのは陸上の話だぜ。サッカー部、この僕が入るわけないだろ。せめてあと一人集まらないって時にもう一度頼みに来たら。え、あと一人？そうさ、このメガネが弱小サッカー部を救ったなんてかっこいいじゃないか。へえ。ねえ君、見つかった。サッカー部に入らない？そうだ、俺この時代の人間としてここにいるんだった。一緒にやろうぜサッカー。すっげえやつらと試合できるんだぜ。大丈夫、楽しみにしてる。おい、楽しみにしてるって。戻せ。は？戻します。止めろ。遠藤守と一緒にいるあの少年、前回調べた時はいなかった。確かに初めて見る顔だ。調査します。しかし不思議だ、遠藤守とこんなことでなぜ周りの人間に影響を与えることができるのだ。まさに呪文なのだ。ここすっげえいいところだろ。俺もここがちっちゃい頃からのお気に入りの場所なんだ。あのさ、お前も聞いてるだろ、帝国学園との練習試合。でもメンバー足りなくってさ、ずっと声かけまくってたんだけど誰もやってくれないんだ。なあ、考え直してくれないかな。お前とサッカーをやりたいんだよ。俺たち組んだら最強のチームができるぞ。もう俺に話しかけるな。じゃあなんで昨日ボールを蹴った？しつこいんだよお前は。よし、やるか。
ちゃくちゃだな、その特訓。カズマル？変な特訓してるんだな。ああ、あれだよ。読めねえ。お前はこれ読めるのか？うん、読めるよ。シュートの止め方が書いてあるんだ。それ書いたの、じいちゃんなんだよね。じいちゃん？ああ、帝国学園はスピードもパワーも想像以上だ。そいつらのシュートを止めるにはじいちゃんの技をマスターするしかないって思ってさ。お前、本気で帝国に勝つ気なんだな。ああ。ん？え？何？俺、その気合に乗った。ありがとう、風丸。俺はやるぜ。お前らはどうするんだ？キャプテン。どうも。みんなってこと？キャプテン大丈夫でやすか？帝国と試合する前にお前の方がバテるぞ。大丈夫だって。こいつら、俺が来るよりも前からお前のこと見てたみたいだぞ。え？遠藤が他の運動部の奴らに声かけてるの見てたら。ちょっとな。その特訓も、なんかこう、胸がじーんと熱くなってきたでやんぞ。キャプテン、特訓、俺も一緒にやらせてください。俺もやりたいでやんぞ。一緒にやってもいいっすか？当たり前じゃないか。大歓迎だよ。わあ、俺すっげえ嬉しい。やろうぜ。みんな、紹介するよ。今日の試合、助っ人に入ってくれる松野空介だ。僕のことはマックスって呼んでいいよ。しかし、これでもまだ9人だぞ。10人だけど。キードーさん、なんでこんなチームと試合を？うちのスキルが上がるとは思えませんけど。総帥からの指示は、奴らを潰すことだ。キラダ博士、帝国学園が来ました。今のところここまでは歴史への干渉はありません。このまま監視を続けます。注意してください。響き提督一派がどんな手を打ってくるか分かりませんからね。了解です。あの、気をつけて。さあ、始めようか、帝国のサッカーを。始める。けに名が轟く帝国のサッカーなのか、帝国サッカーの真の姿なのか。遠藤君、ライモンイレブン、打つ手なし、出す術なし。ちょっと遠藤。みんな、すまない、止められなかった。くそ、あんな速い攻撃、どうしようもないよ。俺たちじゃついていけないでやんす。何言ってんだ、まだ始まったばかりだぞ。頑張っていこうぜ。ここでホイッスル。ライモン中学、何もできないまま10対0で前半が終了。みんな喋る元気すらないみたい。どうなってんだあいつら、誰一人息が乱れてないぜ。そりゃそうさ、
やつら走ってないからね。俺らずっと遊ばれてるって感じですよ。くそ、このまま終わってたまるかよ。後半はやつらを走らせて消耗させるんだ。消耗って無理でやんすよ。もうヘロヘロでやんすから。ああ、俺ももう走れない。なんだなんだ、どうした。まだ前半が終わったばかりじゃないか。後半もやるんすか。やるまでもないっすよ。やっぱりこの試合無茶にも程があったんですよ。何言ってる、まだやるぞ。勝利の女神がどっちに微笑むかなんて最後までやってみなくちゃわからないじゃないか。そうだろ。な、みんな全く馬鹿げている。勝ち目のない試合になぜここまで本気になれる。やつは勝ち目がないとは思っていない。何かわかったか。いえ、それが例の謎の少年ですが、確かにあの時代の生命ではありません。彼だけに異なる時間が流れているようです。やはりな。謎の少年については引き続き調べろ。我々はこれから始まる歴史の分岐点に揺さぶりをかける。と言いますと？豪炎寺修也という少年の危機が遠藤守に大きく関わってくるのだ。もしもこの練習試合に彼が出場できなくなったら。さあ後半戦のスタートです。圧倒的な帝国リードの前にどう立ち向かうのか。ライボーイレブン、帝国からのキックオフだ。行くぞ。デスゾーン開始。そしてヤツを引きずり出せ。続けろ、奴を炙り出すまで。出てこいよ、出てこい。さもなければあの最後の一人を、あいつを叩きのめ。あいつらゴールを決めることが目的じゃない。遠藤を潰すのが目的。ふざけるな、こんなの、こんなのサッカーだ。風丸、風丸か。風丸、風丸、お前の気持ち受け止めたぜ。絶対このゴールは守ってみせる。一度として守れてはいないが。行くぞ、炸裂ショット。このシュート決めさせるもんか。19点目。そしてライモンのキックオフだが、メガネ以外は立ち上がれないぞ。こんなのやだ。なんとライモンのエースナンバー10を脱ぎ捨て、メガネが試合放棄。ライモンイレブンは10人になってしまった。無様だな。無理だ、お前らには俺たちから1点を取ることすらな。やつら相手じゃ1点取ることもできねえのかよ。やっぱダメチームだったってことか。まだだ、まだ終わってねえ、まだ終わってねえぞ。優香が大好きなサッカー、俺の応援に向かう途中であんなことになって、今もまだ眠り続ける優香。だから俺もサッカーを封印しよう、そう決めていたのに。あいつも
諦めない闘志が俺を揺さぶる。今回だけお兄ちゃんを許してくれないか。ゴール！帝国これで20点目！お兄ちゃん。ユカ、どうして？しまった！先手を打たれたが。お兄ちゃん、行っちゃダメ。お兄ちゃん、忘れたの？私があんな目に遭ったのはサッカーのせいよ。それでも私の嫌いなサッカーをお兄ちゃんはやるの？お前は誰だって？私はユカよ。何言ってるの？ユカは誰より、俺がサッカーをやっていることを誇りに思ってくれていた。ユカはサッカーを嫌ってはいない。承認したため選手交代を認めます。高円寺、やっぱり来てくれたか。大丈夫。遅すぎるぜお前。さあライモンは、メガネに代わって新たな10番高円寺が登場です。我らの目的はここからだ。なるほど、奴が狙いか。行けデスゾーン。デスゾーン！よし！ああ、パスだ！しかしなぜか高円寺逆走！エンドを全くフォローせず、一人帝国ゴールに上がっていく！何？メガネと同じ敵前逃亡か？俺を信じて走っているんだ。俺が止めるって。これを止めた俺から、必ずパスが来ると信じて！試合放棄の申し出があり、このゲームはここで終了します。失敗とは、豪炎寺修也もまた遠藤守の呪文の影響下にあったのか。例の少年は動きを見せませんな。うん、次の手を打て。ではオーガの出撃を。いや、彼らは切り札だ。できるだけこの時代のファクターを利用すべきではないか。は、この後ライモン中はフットボールフロンティアに参戦しますが、どのような揺さぶりを。事故はどこで起きるかわからん。例えば高円寺修也の妹のようにな。よしみんな、練習試合もフットボールフロンティア地区予選もガンガン勝っていこうぜ。One, two, three, four!
走るコース変えて砂浜を裸足で走ろうぜ。さあ出かけよう、みんなで海へ。悲しみなら忘れ物してよし。濡れた海板、流れた涙、乾かす夏の太陽。 Yo、 一体全体どうしたってんだ。暗い顔してらしくねえな。空猫持って踏ん張るなって、一人で何でも頑張るなって。悩んでも時間の無駄、下を向いたって始まらねえ。だよ、何度来ても答えは変わらんぞ。だったら俺と勝負しよう。勝負だ。そうだよ、刑事さんから聞いたよ。おじさんキーパーなんだろ。ああ、小麦粉も値上がりか。おい、キーパーならどんな球でも受け止めるもんだろ。昔のことを聞いたよ。一品試合できなくなったからって、それがどうした。人生まだまだ終わってねえぞ。このガキンチョが。勝負だ。勝負ね。おう、キーパーの俺を見てくれ。おう。おじさんが3本シュートを打って、俺が3本とも止めたら監督をやってくれ。大した自信だな。よし来い。が元稲妻イレブン。1本目止めたぞ。やるな。そうだ、2本目だ。調子に乗るなよ。次の一本を落としたら監督の話はなしだ。絶対見ろ。
ゴッドハンド。いよいよ地区大会決勝だ。あの帝国とまた戦えるんだ。特訓の成果見せてやろうぜ。よかったわね遠藤くん。不愉快先生に代わって響さんが監督になってくれて。雷霊拳のおじさんじゃなかった響監督。うん、これからたった一つ全てを出し切るんだ。後悔しないために。はい。何の用だキド。ついに決勝戦です。強くなった雷門中と堂々と戦わせてください。帝国はすでに勝っている。どういうことですか。優れた司令官は戦う前にすでに勝利を決めているものだ。失礼します。フットボールフロンティア地区大会決勝、雷門中対帝国学園の開始です。雷門中側の天井から鉄骨が降り注いできた。大事故発生。まさかここまでやるとは。ひどい。グラウンドは鉄骨が突き刺さり穴だらけ。これでは雷門中イレブンも。なんと雷門中イレブンは無事です。誰一人怪我さえしていない模様です。これは奇跡だ。起動が言った。試合が始まっても動くなってこういうことだったのか。また失敗だと。影山レイジとはこの程度のものかね。影山の力をもってしても遠藤守を排除することができないとは。それだけ侮れない相手ということだ。果たして優勝は帝国か、それとも雷門か。さあ、初めに攻め込むのは雷門だ。止めるか。よっしゃ、ドラゴントルネード。キドウ、ヒールリフトで壁山を抜く。遠藤と一対一だ。遠藤帝国先制か。おっと、ゴエンジだ。前線から戻ったゴエンジがシュートをブロック。キドウ、足を痛めたか。キドウ、この足に誓って必ず勝つ。リオ、なんだ、見たこともないものすごいシュートがライモンゴールに迫っていく。勝負だ、起動ゴッドハンド。ディフェンス陣が集結。デッツゴー。
どうもんだ、体で止めに行った。どうも、どうも防いだ、捨て身のプレーだ。帝国変身コーナーキック、ボールは軌道へ、そしてサークは再び軌道へ、ツインブレスト、新たな必殺技が遠藤に襲いかかる。マスレスパンチ、ボールに目にも止まらぬ連続パンチ、ダイモンも必殺技で対抗だ。ドラゴンクラッシュ、タワーシールドには通用しない。タワーシールドは衝撃波でできた壁、弱点は薄さだ。遠くから飛んできたものは跳ね返せても、至近距離から押し込めば何打ち抜ける。ドラゴントルネード、ゴール、ライモン同点だ。よし、全国大会だな。ああ、お前たちの分まで頑張るぜ。まさか知らないのか。ん、帝国学園も全国大会に出場するんだ。前年度優勝チームには自動的に出場枠が与えられるからな。無敗であることが帝国の、そして俺の使命だった。だが俺たちには新たな目標ができた。目標？来年中への雪辱は全国大会で果たす。そうか、もう一度帝国学園と戦えるのか。全国中学生サッカーファンの皆様、ついにこの日を迎えました。フットボールフロンティア開幕。注目、そして前年度優勝の帝国学園は特別枠にて王者復活を狙います。残る最後の1校は推薦招待枠として全府中の参戦が承認されておりますが、本日調整中につき開会式は欠場とのこと。以上の強豪たちによって中学サッカー界日本一が決められるのです。
球戦士炎月の陣しました。あの帝国学園が全く歯が立たなかったんです。お兄ちゃんは足の怪我の大事を取って控えていたんですけど、フィールドに出た時にはすでに他の選手は倒されて試合は続行不可能になっていたんです。キド、そんなに悔しいか。悔しいか。ゼウス中を俺は倒したい。だったらやれよ。無理だ。帝国はフットボールフロンティアから敗退した。自分から負けを認めるのか、キド。一つだけ方法がある。お前はエンドを正面からしか見たことないだろう。あいつに背中を任せる気はないか。千葉山が先制だ。これは大きな一点が入ったぞ。やっぱり無理だったんだ。このまま負けちゃうのかな。おい、みんな、どうしたんだよ。何へこんでんだ。まさか、諦めたなんて言うんじゃないだろうな。まだ試合は終わってないんだぞ。ドモン、クリマス、カズマル。やっぱり必要なんだよ、必殺技が。必殺技ならある。俺たちの必殺技は、炎の風見鶏でも、稲妻1号でもない。俺たちの本当の必殺技は、最後まで諦めない気持ちなんだ。諦めない気持ち。帝国と戦った時からずっとそうだった。オカルト中の時も、ノセ中の時も、御影洗脳の時も、収容メイトの時も、戦国伊賀島の時だって諦めなかったからここまで来られたんだろう。俺は諦めない。諦めたらそこで終わりなんだ。そんなの俺たちのサッカーじゃない。俺たちのサッカー。エンド、キャプテン。キャプテン。エンド、キャプテン。エンド、エンド。これだったのか。エンドと一緒に戦うということは、ライモンの本当の強さとは。エンドを上がったぞ。ライモン最後の全員攻撃だ。サッカー起動。俺だよ、一ノ瀬くん。アメリカから急遽参戦したフィールドの魔術師一ノ瀬和也を加えるライモン中パワーアップ。おっと、新必殺技か。
恐ろしい奴だ。エンドを守るの呪文に取り込まれたライモンも確実に潰さねばならん。バウゼン、オペレーションサンダーブレイク第2段階、オペレーションオーガに移行せよ。はっ。響き提督、さっき提督が気にしていた謎の少年については。捨ておけ。ここまで何もしてこないのだ。オーガの諸君、準備はいいな。いつでも。出撃だ。諸君はオーガ学園として歴史を修正するのだ。了解。オーガ、出撃します。諸君、我らは言うべきサッカーを持って歴史を変える。未来のため歴史に新たな真実を刻むのだ。おお、なんということでしょう。フットボールフロンティア全国大会準決勝、ゼウス中対オーガ学園の一戦は信じられない結果になってしまった。俺たちは鬼だ。神を喰らう鬼だ。オペレーションオーガ、フェイズ1コンプリート。オーガ、思った以上に強敵だ。こうしちゃいられない。さすがだな。サッカーにおいてもオーガの戦闘能力は素晴らしい。これはサッカーではありません。彼らは訓練された兵士によって構成された特殊部隊なのです。エンド、どうした風丸。ゼウスが36対0で敗れた。嘘だろ。まさか。奴らの強さはそんな大量得点を許すようなものではなかった。勝ったチームは大賀学園だ。大賀学園、そんなチーム開会式の時いたっけ。大賀学園、ついにやってまいりました。フットボールフロンティア決勝戦、大賀学園対ライモン中、日本一をかけた戦いが始まります。準決勝において全中を大量得点で下した大賀学園と、予選から注目されてきたライモン中、どんな試合を繰り広げるのか期待です。さあみんな、決勝だ。目指すは優勝。気合い入れていくぞ。来たか。なんだ。キャプテン、エンドを守るため。ああ、ラダップスリードだ。いい試合にしよう。よろしくな。くだらない。戦場で敵と慣れ合おうとは。戦場、戦闘準備散開せよ。エンド、俺たちもポジションにつくぞ。うん。いよいよだ。エンドを守るはこの戦闘でサッカーを自ら否定することになる。サッカーがいかに愚かなことか思い知らせろ。危機検思想を一掃するのだ。オーガの諸君、戦闘開始だ。了解。フェーズ2スタート。行くぞ。ライモン勢いよく上がっていく。
おや、どうしたことか。オーガ学園全く動きません。ライモン、ブロックされることなく一気にオーガのゴール前だ。だったら遠慮なく行かせてもらうぜ。決めろ、サメオカ。おっと、染岡シュートならず。サンダユーが素早くカット。もらった。風丸が大賀からボールを奪った。おかしい、前世の時とまるで違う。やる気あんのか。ボールを取られたのに、なんで奪いに来ないんだ。みんな気にするな、攻め込んでいけ。わっ、ゴイチ。よし、いける。ドラッケがカット。またカット、うん、絶好のチャンスだったのにな。でも何か変じゃないですか。しかしまたもライモンボールだ。どういうことなんだ。何やってんだあいつら。なんかおかしいでやんす。高円寺さんたち、なんでシュートに行かないんすか。みんな攻めきれないことに苛立っている。オーガもなんで攻め上がってこないんだ。前半終了、0対0。試合はライモンペースだったものの、一発のシュートもなし、まさかの試合展開になっております。なんで何にもしてこないんだ。妙だよな。なんかこの辺がイライラしてくんだよな、オーガの態度。でもシュートチャンスはいっぱいあったじゃないですか。そうですよ、なんで打たなかったんですか。打てなかったんだ。そうは見えなかったぞ。染岡君の爪が甘かっただけじゃないんですか。からね、どうもすっきりしねえ。攻めきれないと言えばわかるか。もう一つ深く入り込めないんだ。こうなったらどんな手を使っても前に出るぞ。それじゃ反則になっちゃいますよ。変えたいんだよ流れを。俺なんか嫌な感じがするっす。こんなサッカー嫌っす。壁山、みんなしっかりしろ。みんなの気持ちもわかる。前半は確かにサッカーしてる感じじゃなかった。俺だってうまく言えないけど、本当にそんな気持ちで後半を戦うのか。実際その通りだけどよ、どうすりゃいいんだよ。揺れ始めたな。奴らのサッカーへの不安をかきたてるには最適の戦法だ。見事だバウゼン、次のフェーズに移行します。まだですか、キラード博士。あと2人です、もうしばらく待ってください。後半戦キックオフです。両チーム無得点、前半のような展開が続くのか。おっと、今度はライモンが動かない。ここでライモン動いた。行け、一度さえ。エンド、ドボン。ザゴベル見事に止めた。あえて打たせたな。ああ、
よし、次だ。おう、フェーズ3スタート。ディフェンス。本性なのかもしれねえな。まずい、とうとう始まった。大丈夫ですか？すまないでやんす。影の獅子堂少林寺交代だ。はい、行くぞ。あ、なんということだ、雷門早くも負傷による選手交代だ。ゴエンジ！次に倒れる仲間を見て、遠藤守の心はさらに揺れ動くでしょう。その思いが叩き潰される様をとくとご覧ください。大変な事態となりました。雷門イレブン、すでに6名がプレー続行不能な状況だ。かろうじてピッチに立っている8人も完全にオーガのプレーに飲まれてしまっている。サッカーを捨てろ。見ろ、お前のくだらないサッカーが、お前の言葉と情熱がチームメイトを傷つけているのだ。俺のサッカーが、このままじゃ潰されちゃう。キラード博士、雷門中が。待たせましたね、カノン。君に頼まれていた全ての準備が整いましたよ。ありがとうございます。みんなの今を守るために行ってきます。もうやめろオーガ。俺たちがやりたいのはサッカーだ。狙うならゴールを狙え。ここから消えろ。さもなくばサッカーを捨てろ。デス・スピア。
どうする？無論ミッション続行だ。君は？はじめまして、ヒージーちゃん。は？なんだって？あ、初めてでもないかな。誰でしょう？ヒージーちゃんって。これはフットボールフロンティア史上前代未聞の事態です。後半残り10分、風雲急を告げる決勝戦です。俺は遠藤カノン、みんなと一緒に戦うために来たんだ。ヒージーちゃん、遠藤守のひ孫として。ひ孫？いきなりそんなこと言われても。未来から来たなんて信じられるか。はい。ああ、これじいちゃんのノートだ。あ、本物だ。俺の書いたメモまである。へその下に力を入れるのは基本中の基本。え、俺の字読めるの？どうやら信じてみる価値はありそうだ。俺も信じよう。高円寺、乗ってみるか。風丸、俺ずっとひいじいちゃんのことを見てきたんだ。なのに肝心な時に遅れちゃってごめんね。肝心な時って？この試合さ、残念だったね。チームオーガ、勝手に歴史を変えようとするお前たちを俺は許さない。たった一人で何ができる？一人じゃないさ。俺が遅れたのは最強の仲間を集めてきたからなんだ。みんな出てきてくれ。もう僕たちみんなキャプテンのことを知っているんだ。つまりひいじいちゃんがこれから出会う未来の仲間たちなんだ。みんなサッカーが大好きだから助けに来てくれたんだよ。君たちのおかげで僕はここにいる。だから力になりたい。キャプテン、ゴインジさん、よろしくお願いします。響さん、それにキャプテン、助っ人に来ました。遠藤君と一緒にこの決勝を戦えるなんて嬉しいよ。守る、俺も光栄に思うよ。エンド、なんで泣いてるんだ？だってさ、よくわかんないけどサッカー好きってだけでこんなにたくさんの仲間が来てくれたんだぜ。俺、すげえ感激した。未来ではね、ひいじいちゃんがこの時代にサッカーの素晴らしさを伝えてくれたからたくさんいいことがあったんだ。そうなのか？だからみんなで俺たちの今を守ろうよ。その言葉信じるぜ。俺たちの思い全て託すぜ。全員の力で戦い抜こう。よし、みんなの力でオーガに勝つぞ。奴らもろとも殲滅せよ。了解。遠藤守、誰が入ってこようとこちらは構わない。戦闘を続行する。これは戦闘じゃない、サッカーだ。監督。よし、選手交代だ。大波乱のフットボールフロンティア決勝、後半残り10分、衝撃の試合再開です。大門は6人のメンバーチェンジ。この新体制が試合にどう影響するのでしょうか。対する大賀学園、2点を守りきれるか。アダップ、俺はサッカーを捨てない。サッカーが大好きな仲間がこんなにいるんだ。くぞ
ンジの新たな必殺技のシュートチェインだ。いいとえ、ハンマー。決まった。ライモンがついにオーガのゴールをこじ開けた。お前、いいボールだったぞ。ゴエンジさんこそ最高のシュートでした。よし、反撃いくぞ。君たちのスピードはもう見切った。ゴエンジ君、もう一発よろしく。フルフレジェンド。ファイヤー！エレキトラップ！あれを止めただと？王が新たなキーパー技だ！マキシマムファイヤーが破られた！よし、カノン！ほっ！へっ！あー！ゴッド！カノン！エレキ！トラップ！ライモン！奴を排除せよ。貴様、この戦いの意味を分かっているのだろうな。了解。とどめろ！
一緒に試合ができてよかった。だからまたサッカーやろうぜ。その呪文を俺たちにもかけるのか。勝負が終わればみんな仲間だろ。その考えが未来の人間を弱体化させた。戦うことを忘れてしまったのだ。だから俺たちは未来を変えようとしたんだ。そうなのか。本当に強くならなきゃいけないのはここじゃないのか。大切なのは戦うことじゃない、戦う勇気を持っているってことだろ。勇気があれば未来だって変えられる。仲間と一緒に
もっと強くなることだってできる。うん、勇気。仲間か。俺たちはお前の言う勇気を見失っていたのかもしれない。エンドを守りよう。未来は俺たちが進むべき未来は見つかるさ。お前たちの勇気できっとな。ヒロト、飛びたか、トラマル、フィディオ、マモル、また君とサッカーできる日をみんなで楽しみにしてるよ。ああ、それじゃあね、ヒージーちゃん、一緒にプレーできて、俺、嬉しかったよ。ああ、俺もだ。さよなら、ヒージーちゃん。じゃあな、カノン。僕らのチームワーク史上最
まだ信じられないでやんす。カノンが未来から来たなんて。あいつはサッカーが大好きだ。だから俺は信じる。サッカーを好きなやつに悪いやつなんていない。お前らしいな。カノンが未来から来たのかどうか確かめる方法が一つだけあるぞ。どんな方法だよ。長生きをすることだ。ひいまごが生まれるまでな。しかし遠藤ならその時までちゃっかり生きてそうだな。言えてるわね。そうか、そりゃありがとう。なんでありがとうになっちゃうの。なんか嬉しいからさ。劇場版稲妻イレブン今日の格言。勇気があれば未来だって変えられる。以上